その日から俺は騎士王となった。それってお前蒸発、両親に捨てられ。チャンスはあと1回、このままヒーローを捨てて死ぬか。そんなくだらないものは初めて見た。本気で殺す気でやらないとこっちも危ない。ヒーローの方が強くてかっこいいに決まってんだろ。バカめ、騎士の方がかっこいい。俺たちがなろうとしてるのは騎士でもヒーローでもなく消防官なんだがな。今に化けの皮を剥いでやる、ド悪魔が。俺はヒーローでないといけない。これは家族との約束だ。なるほど、そこだけは気が合うな。誓いを守るところだけは認めていたんだが、結局悪魔だったわけだ。ババアを殺した鬼を殺すためだったら悪魔にでもなってやるぜ。でも母親が鬼だったんだ。ああそうだ、ババアもいねえ、仇の鬼もいねえ、もう面倒だから全部燃やしてやるんだよ。なんでそうなる。意味がわからねえな。弟の手話はどうするんだ。うるせえ、ふざけんじゃねえ。俺の12年間の殺意はどこに向ければいい。俺の憂さ晴らしい、このままクソに世界を燃やさせろ。邪魔さやつか。ナイトキック、ナイトパンチ。騎士とヒーローではなかなか勝負がつかなかったが、弱えな悪魔。なんだと。ナイトヘッド。お前に何がわかる。敵だと思ってたやつが大事な人だった。これからドイツを殺そうと生きていけばいい。大事な人を守れ。騎士もヒーローも消防官もそういうもん。